ロシア軍に制圧された南部の都市マリウポリに現れたトラック出てきたのは大型モニターこれはロシア政府が用意したもので町のあちらこちらでロシアの国営テレビのニュースを流しています制圧した都市でロシアのプロパガンダ主義思想を広げたい狙いがあるとみられています一方、総務省は ウクライナに消防救助活動に使う支援物資およそ30トンを提供すると発表しましたこれはウクライナ政府の要望に応じたもので東京消防庁と全国の政令指定都市の消防局などが協力し中古品を含め業務に支障のない資材を集めたということですまたウクライナでは小麦が輸出できない事態に 小麦の国際価格は今年3月に過去最高値を記きょう閣議決定された農業白書では2020年度に過去最低の37%となった日本の食料自給率を2030年度までに45%にする目標が示されました。